ディネとは、ナディネ語族の南北アサバスカ語族を話す人たちの事象である。北部アサバスカ諸語のヘアーインディアン及びアラスカとカナダのディネと南部アサバスカ諸語のナバホ族及びアパッチ族のことを指している。ディネのうちヘアーインディアンの言語は北西カナダの言語グループのナディネ語族に属する北部アサバスカ諸語である。アメリカのナバホ族とアパッチ族の言語は 南部アサバスカ諸語である。ヘアーインディアンは、カナダの北西部の極北地帯から南西部にかけて占領するアサバスカ諸語を話す狩猟民である。カナダでは、インディアン民族は、ファーストネーションと呼ばれる自治共同体を形成しており、ヘアーインディアンもこの一つである。ディネは、流れと大地を意味する。多数のバンドに分かれ、ティピーによる平原での狩猟を制御としており、 領域にヘラジカなど大型の獲物が少ないことから、ことに、漢字キウサギを主食としている。陶器には、慢性的な飢餓に苦しめられ、人肉食の記録も数多く残されている。エスキモーに似た風俗で、ヘアインディアンドッグという独自研修を犬ぞりに刺激する。カナダ政府の同化政策によって、伝統的な生活は消滅しつつある。デイチョ川北イ域のスレービー族の少女ヘアー。 インディアンは5つの種族で構成されている。チネ、チンネ、ティネはすべて、ティネの変形名。グレートスレーブ湖畔に潜住する。アメリカインディアンのチッペは族とは、無関係。グレートスレーブ湖とグレートベア湖の中間に潜住する。グレートスレーブ湖の北に潜住する。現在は、チッペ湾族参加に入っている。デイチョ川から、グレートスレーブ湖畔南西に潜住、グレートベア湖畔に潜住。 通知な族の保留地伝統以上をまとった通知な族の子供ビーバーピープ,ープルの冬のビーバーティッピーカナダとアメリカに占入するブラックフット族の一つサーシー族キャリアーインディアンとも呼ばれるブリティッシュコロンビアのインディアン部族ブリティッシュコロンビアのインディアン部族ブリティッシュコロンビアのインディアン部族ダネザー族ビーバーピープルに属するブリティッシュコロンビアのインディアン部族 アラスカカナダ西海岸のインディアン部族。アラスカカナダ西海岸のインディアン部族。その他詳細は、ナバホ族を参照詳細は、アパッチ族を参照。ディネには、アメリカ先住民に広く高頻度のハプログループ9に、加え、ハプログループ C にも最大42%見られる。原コ子著、ヘア・インディアンとその世界。平凡シャゼグラ、スティーブン・ミエル・ヤル2004。 ハイレゾリューション SNPS& マイケロサタリットハプラタイプスポイント2エーシングルリーセントエントリーオブネイティブアメリカン Y クローマソムズイントゥーザアメリカズありがとうございます